おお、来たか。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。にゃー、ご予約のお客様、ご来店に。どうかな。こんにちは、クラネルさん。ダメです、そんなこと。あんまり触られると。ダメです、そんなこと。さあ行きましょう。煩わしい。瞳はいろんな。まだ残響が生じているぞ。美しいゴブリンどもめ。壊さなきゃ。誘ってくれないのか。美しいゴブリンどもめ。下道だけは許しておけん。答える、ザッカー。美しいゴブリンどもめ。どんなものが見られるか楽しみだな。誘ってくれないのか。ドキドキする。勝つため。どうだ。無念。サイ、ガキどもめ。勝利のクイーン。途絶えろ。全然容赦はしない。おたけびか、それもいい。僕だって。見ないでください。英雄譚でしか知らないあのオリンピアに。もう一度英雄譚の続きを。こうしたことが。サイ、君と僕の絆の勝。少し体を冷やした方がいいかもしれませんね。それならば冷たい水を汲んできます。私も行きましょう。あなたは彼についていてあげてください。
ぞ。あ、急に動かないで。無理しちゃダメ。ああ、すまんな。迷惑ばかりかけて。ううん、迷惑なんて。みっともないな、俺は。え？お前たちに迷惑ばかり。いや、お前たちだけじゃない。あいつら、ベル・クラネルたちにも。そうだよね。でも、みんな無事だったことの方が大事だと思う。生きてるなら、きっと償えるから。それに、もともとは重装で、私が怪我をしたのが始まり、クラネルさんたちを危ない目に遭わせちゃったのも、今回、みんなを危険に巻き込んだのも、全部、私が。それは違うぞ、チグサ。え？すべての判断を下したのは俺だ。お前が責任を感じる必要はない。でも。お前の苦しみも背負ってやれないようなら、俺はお前たちの団長である資格すらない。そうか。チグサ、お前は荷を下ろしていいんだ。俺たちを、ただそばで助けてくれればいい。チグサはいつも通り優しく、みんなの拠り所であってくれれば、それで十分なんだ。そうか。一度弱音を吐いておいてなんだが、お前たちを幸せにするためなら、俺は何でもしてみせるさ。え？それが俺、団長の仕事だからな。ありがとうな、ジグサ。話せて少し楽になった気がする。うん。じゃあ、もう少し休んで。あ、そうさせてもらう。なんという、僕年人。ええ、竹三日月ファミリアの伝統です。